生理が終わって低温期の時には、エストロゲンっていうのは、どこから持ってく、作られるのか。それは、元はプロゲステロンを材料に、一回男性ホルモン、アンドロゲンができます。で、このアンドロゲンがアロマターゼの作用によって、一回こう、方向感化して、方向属になってエストロゲンになるんですけど、この時に簡単に、こう方向感っていうのはできるものではないんですね。で、アロマターゼっていうのは、P450 の仲間ですね。もともと P450 っていうのは、ピグメント450ナノメートル。450ナノメートルに、吸収波長のある酵素の一種ですね。で、その時にそういう光のエネルギーっていうのは必ずいります。で、その光のエネルギーを集めてくるような、漢方薬ですね。そういうものが必ずいるんですね。それが、色素だってあったりとか、骨髄の成分であったりとか、そういう漢方がいります。で、さらに、アロマターゼの働きをちゃんと良くするもの。これは、もともとアロマターゼは、鉄が関係している触媒なんですけど、そういう、いい鉄ですね。ヘム鉄の状態で補えるようなもの。当然、オイスターとかそういうものもいるんですけど、それが、六条の製剤であったりとか、そういう特殊な鉄ですね。で、これが、クレーでも、レッドイライトっていうもの。そういうものを補給してあげると、酵素が元に戻ります。イエローイライトでも構わないです。で、そういうものを使うことによって、アロマターゼがちゃんと働いてくれるんですね。で、逆にアロマターゼの作用を阻害するものっていうのが実はタバコなんですね。で、こういうものを意識して、摂取することがすごく大切なんです。